ここでハサミ打ちする。ハサミ打ち死体が。やばい。いけるいけるいける。ここを制するものが勝つんだよ。ああ。やばい。死ぬ。なんすか。いやあのね、まあブロスタ界でやりがちなこと。あ、はい。ね、やりがちなこと。はい。なんでしょう。ニトの帽子買っちゃう。そういうこと、そういうこと。これね、ニトー。いやー、これはしらけてる、これは。お茶の間今冷えました。これは冷えた。はい、今の、いやでもこれニタっぽくないでもニタの番だ。女性ファンを取りに。うわー。キヨキヨチャンネル、最近女性視聴者ついてきたからって。そうなんすよ、そうなんすよ、知らないけどね。本当に？なんか。え、そうなの？あの 2% の時代どこ行った？え、2% はね、ないんだよ。3%、3%、マックス3%。5歳、5歳。高チャンネルに女性ファンちょっと。え、何パーぐらい？俺ね、たぶん 5% もいないぐらい。5% いないぐらい、うん。最近ね、結構上がってきてるんだよね。ありがとうございます。おぉ、素晴らしい。じゃあ、モテ期到来かな。あら。どうも、皆さん、こんにちは。へっ、キヨキヨです。そして、ニタコウです。そして、あら、ちょ、そうね、今日なんですけども、ブロスタ登場このブロスタ道場ね、どういう動画かっていうと、やかましいな、これ。情報量が多い。絵的に情報量が多い。そうね、ブロスタ道場は、今、もうね、ちょっと、俺もう説明したのにさ、痛み全員喋って。ブロスタ道場は、今のさっき始めたね、ブロスタユーザーの方にも、YouTube 見たときに楽しんでほしい。で、分かる楽しさってあるじゃん。分かる楽しさ。前によく言うのが、野球やってて、カーブの練習してたら、ちょっと曲がったとき嬉しいでしょ。嬉しい。野球好きになるじゃないですか。嬉しい。そういう感じで、初心者の方が、ちょっとでもね、楽しんでいただければな、と思っております。分かるぞ。ただ、ゲームプレイもね、ちょっと楽しんでいただければな、と思います。で、今回ですね、バトルロイヤルでやりがちな、草むらに隠れちゃいけないっていうお話をしたくなったんです。あー。いや、僕やってましたから。今でもやってるもん。僕もやってます。やってんじゃん。いや、でも、戦略的じゃん、割と。あれだよね。隠れるのはいいんだけど、そうそうそう。ずっと隠れてるのがダメだった。ダメなんですよ。それ俺だ。え、ずっと隠れてるの？俺、ほぼね、隠れてる。そうしたらさ、もうエナジーとかさ、相手に取られちゃって全然ダメになっちゃうじゃん。確かに。だから、隠れるのは、俺も全然ゲーム中に結構隠れたりするけど、もうね、僕もね、ストロフィーがね、1000って前2000ぐらいの時は、もう永遠に草むらの中にいるの。毒切りに沿って。そう。それがね、本当はね、良くないですよね。なぜならば、エナジー相手に取られてやられちゃうし、そのままトロフィーが上がっていくと、結構辛い状況になるっていう。今の俺や。戦い方が分からないまま上がっちゃうっていう。そう。だから結構、最初のうちはガシガシ戦って、ガシガシ死んでみたいな方がいいらしいんですよね。まあ、ということで、今日は、そちらを、注意しながら戦っていきたいと思います。だから別にさ、草むらに隠れるのも釣ったでしょ。さっきも釣ってる。今日このおじさんちょっと釣りすぎなんだよね。今日ダメだね。じゃあ一旦、じゃあちょっと釣ってるんで、じゃあ今日ちょっと高チャンネルでやりましょう。あ、待って、あれ大原が部屋作ったから、待って、待って、一回出て高チャンネルショーですよ。はい、いきます。それではバトルロイヤルデュオ、何のキャラクターが強いかな。あ、でも確かに今のもチェックだ。あ、もう俺ニタで行くわ、ニタで行くわ。俺でもダイナマイク行くわ。相当釣ったね。相当釣ったね。やばい、今やばい。あのね、いや、問題ない。終わってる終わってる。いや、問題なくない。俺問題ない。頑張る。頑張る。頑張れば耐えられる。本当に無理しないで。え、いや、釣って、今本当に釣ってる。釣ってる。やばいじゃん。え、してる。釣ってないよ。なんでやねん。真ん中に結構溜まってんね。じゃあちょっと、大原俺の見ていいよ。いつも見てるよ。あ、ちょっとね、高チャンネルのキャラがね、2000からだっけ、そいつって。これ2000とかから分かんない。あれ、いけるんじゃね、これ。これ、もういっちゃおう。ナイス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 。結構もう戦ってっから、なんか、お Wi-Fi の方が。お Wi-Fi？最近この記憶でデュオバトル行くと4位に行くっていう、大体4位説がちょっと停止してた。もう俺らもガシガシ行くでしょ。離れちゃってるからかな。2人で一緒に行った方がいい。2人で一緒に戦い、一緒にいようか。1人じゃない。結構ここの壁使っちゃった。確かに。いけ。オッケー。で、ここで魚粉乗り。あえて5から。この人たち5持ってんだよね。これダイナマイク俺いけるよ。これワンチャンね、ワンチャンやる。よしレベルが来てるから、これまずい。俺がこれ外回りして、ここで挟
催眠術する。催眠術したいが、やばい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 。やばいやばい。いけるいけるいける。これいけるいけるいける。おつらい感じにしたい。おつらい感じ。オッケー。バトルバトル。勝てる勝てる勝てる。クマが来た。クマ来た。クマ来た。クマ来た。二タブル二タブル二タブル。あ、いたわ。あ、やられてたんだ。一人ゼロだ。くそ。これいけるし、これいけるし、これいった。よしよしよし、あ、じ、いこういこういこう。あ、じ、9持ってるんで、中小。確かに。9か、強いね。オッケー、で、そこ右から相当やって、俺左から追いつく。爆弾をバッチコンと。はい。はい。いけるいけるいける。チッシュー！え、待って。え？何？え？ついて、おえー！怖い怖い怖い。ワンチャンさ、復活するんじゃん、たまに。あー、そうだね。とかできない、ギリギリ復活するから。はい。危ねえと、え、大丈夫ですか？お、やばい。左手が使えます。え、いや、そういう感じ。しないもん。でもこうチャンネルと俺今1位取ったからさ、いいよ、行くよ俺。じゃあ行こう。一回見てていい？首首ってなんだよ。まあまあ、だってこうチャンネルと俺ら最近勝率悪かったけど。そう、最近いいね。そうね、結構調子よくなってきた。え、前の動画でもさ1位取ってた。いいんですよ。最初の方ね、ほんとね、開始15秒ぐらいで2人とも死ぬっていう謎。それ、別々のところでやるっていう。一緒に行動すれば勝てんだよ。一緒に行動しよう。ガが強かった。ガが強い人って結構さ、やっぱ辛いよね、話してて。確かに。ないっすか？俺やん。え、いや、全然そんなことないよ。優しい。いや、ほんとほんとに。優しい。なんかその、ガが強い。いや、ガが強い。よっしゃ。おい、ナイスじゃん。ガが強い。食べたいっつってハワイ行ってきたっていうやつらを。え、何？聞いたらしい。すいません。すいませんでした。あ、これまずいね。え、なんか俺らさ、1位になんかなれるオーラしてない？そうだね、今いいね。なんか若干ハサミ打ちされてるんだよな。若干まずいし、若干まずいし。やばい、ハサミ打ちされました。やばい、終わった。終わりました。終わりました。5位。あ、5位。やばい。5位。あ、待って、あ、俺トロフィー少ない。そうか、そうか。下がんないけど、こうチャンネル結構下がったでしょ。6。マイナス6？ 6。えぐ。6くらった。おお、待たせたな。どうですか、釣りおじさんは。腕が上がるぜ。あー、え、大丈夫、無理しなくていいよ。問題ない。やっちまうか。やっちまうか。任せろ。やっちまうか。じゃあ俺首で。首追放。ね、追放された時、あーって言わないと。俺顔芸してたもん今。見てないところでしてるんだよね。確かに、こっから視覚なんだよね、見えないんだよ。ちょっと後ろだから何でもできるんだよね。うるさい、うるさいって。ちょっと俺ワンチャンさ、ニータのレベル上げたいんだけど。お、ニータ、ニータ。フォルト5しかない。まあまあいいでしょ。いいんじゃないの？生きたと思います。じゃあ、なんだ。あ、でこれがね、すごいリズムとパワハラって。でこれパワハラだよね。パワハラセット。力による嫌がらせだからあるんだって。圧倒的パワハラ。俺映ってない。映って。ガッツリ。逆にこうやるとダメ？良くない？いや、割と映ってる。ガッツリ映ってる。ガッツリ映ってる。でも嫌だよね。めっちゃ前かがみの人。嫌だよね。怖い。なんかその、お行儀悪いよね。こっち行けば映んないから。なんだよ、なんだよ、なんだよ。もう俺真ん中行くし。行きます。なんだったんだ、今の。まあ、右下ない、ないね。ないさ。待って、大原ブロスト道場とキヨキヨブロスト道場の共闘。道場だよ。こうブロスト道場。作ってよ。あれ？なんでないの？箱いっぱいあるじゃん。箱いっぱいあるんだけど、ちょ、ここら辺激戦区じゃないかと。鬼ナイス。うわぁ、真ん中シリーいるけど、なんかやれる気もするんだよね。うわ、これちょっとかなり。おぉ、激戦。やっちゃうぜ。いける。乱戦だ。いけ。ここを制するものが勝つんだよ。ああ。死ね。もう耐えた。死ね。一回下げて。下げも大事なんですよね。誰やねん。ナイス。さっき5位取ったけど。Thank you。危ねえ。俺ら強くね。あれ8。あらら。この2人がやるとなんか強いんだよ。やっぱさ、俺ら小学校からの。え、シェリー2人いんだけど。あ、違うね。戦ってるね。気をつけたい。これ一気にもう。これ、ハサミ打ちいけるんじゃない？あれ、反応しないぞ。あれ手汗かな？それ可能性ある。あれ、反応しないぞ。本当に。あれ、いけ。おお、すげえ。危ねえ。10とって強くね？強くね？でも10とって3でしょ？結構あれじゃない？真ん中回復したね。ま、3メッチいけるんじゃない？壁壊す？まあ全然いけるんじゃない？いい感じで。あれ？なんか倒せそうだな。もう一回。そうだ
惜しい。全然壁も壊れない。思った。あ、狙ってる。あ、危ねえ。いや、強えな。素晴らしい。このね、このエナジーの数が強い。11個、ね。ごめんね。手汗でね、全然動けない。大丈夫か。ありえないくらい手汗が出てます。ちょっと、大丈夫、大丈夫。釣り大丈夫、釣り。釣りは大丈夫。あの、一番クマさんだ。クマが強くね。オッケー。おお。見たの一発最終的に2700になった。やばくない？え、汗が。クマの色気やばかった。やばくない？本当だ。手汗が。え、ワンチャンつって見せなくていいし。やばいね。え、大丈夫逆に。俺はどうなってしまうんだよ。釣りは大丈夫？釣りは大丈夫。あの、あ、動かない。え、じゃグワングワンできる？それは無理だ。やめた方がいい。はい、上手。お、今日やってきましたが、待って、ちょっとさ、めっちゃよくね。このコンビよね、なしみち、いち、大原うまいんだよ。うまい。あちゃー、俺が天才ということがバレてしまう。あららら、今日もご視聴ありがとうございました。拾ってあのね、今日出ていただきました校長、え、今日1位、1位じゃない。あ、確かに、5位。いや、最初1位。プラマイゼロ。プラマイゼロ、プラマイゼロ、オッケーオッケー。今日出ていただきました。高チャンネルのチャンネルリンク、動画の説明欄にあるんで、ぜひ皆さん、そちらからチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録してね、動画見てください。お願いします。あの、コラボ動画とかも分かってます。今日もご視聴ありがとうございました。今ですね、違うわ。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひとこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますね。最新の動画の通知の方が見やすくなるかと思いますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録お待ちします。そしてこちらおすすめ動画ありますんで、まだ見てない方、ぜひともチェック、こちらもしてみてください。今日ね、ご視聴ありがとうございました。